松草は、松草か松草族に属する、落葉性鶴性肝との一種である。樹皮は、松のように割れており、鶴を切ると松ヤニのような匂いがする。私有一種、五七月頃に、紅白色の花をつけ、果実は、青黒い液化でどうの棒状につく。本州から九州及び、チェジ島に分布している。松草の名は、樹皮が、松のように割れており、果実が、 ブドウのふさのように垂れ下がることに由来するとされる。また、鶴を傷つけると、松ヤニのような匂いがするから名付けられたとする説もある。牛ブドウや、松ブドウ、綿カズラ黒身の松ぶさ、ヤワズル、ヤワラズル、モチカズラなどの別名もある。落葉性の鶴性木本であり、右から左巻きに、他の木などに巻きつきながら、長く伸びる。鶴を折ると、松ヤニのような匂いがする。 樹皮は茶褐色、コルク質が発達して、縦に割れ、弾力があることから、柔らかく若い鶴は縄の代用にもされた。葉は五星し、長枝には離れてつき、単枝の先には3、8枚がまとまってつく。洋神腹乱形から高大円形、長さ3.5から8.5センチメートル、幅2.5、5.5センチメートル、先は短く尖り、基部は円形ないし、 広いくさび型、肺に3、5個の葉状挙子がある。葉は裏表とも無毛であり、表面の葉脈はくぼまない。葉の表面は緑色で光沢があり、裏面は単緑色。特に裏面が白色がかるものは、品種、裏白松草とすることがある。側脈は3、6体あるが、目立たない。傭兵は長さに5センチメートル、普通用身長の半分以上。 私有一種で、夏季は5、7月。短枝の臨辺脇から垂れ下がった、長さ2から7センチメートルの花柄の先に、直径1センチメートルほどで方向がある花がつく。花皮片は、学片と花びらの区別がなく、62枚、大円形、紅白色。大花のおしべは5個。花糸が合着してその上に薬がつく。花粉は6個粒。雌花は、花卓上に、 螺旋状についた十二十七個の理性しためしべを持つ。花後に花卓が伸長するため、個々の果実は、離れて、ぶどうの棒状の集合化になる。果実は、液化、八九月頃に黒アイ色に熟し、集合下内で、大きさはほぼ同大であり、それぞれ一二個の腎臓形の種子を含む。果実にも松ヤニのような匂いがある。 種子は4 7 6 0 x 3 6 4 8ト、mm、ル表面にイボ状の突起がある。染色体数はニエヌイコール28。北海道南部から九州、韓国に分布している。山林や丘陵地の林園に生える。生薬としては秋に釣ると葉を採取して細かく刻んで天日乾燥させたものが松藤と呼ばれ、翌頭陵として用いて、 神経痛やリウマチに効果があるとされる。果実は、薬用、食用にされ、松屋ニのような匂いがあるが、甘く酸味があって食べることもでき、果実酒やお茶、ジャムにされる。同族の朝鮮ゴミ酒と同様に、賃外競争効果もあると言われる。長野県三ノ輪町では、品種登録した松草を栽培し、特産品として、ワインやジュースの原料としている。稲地方では、 松草はゴムシと呼ばれ、このようなワインはゴムシワインとも呼ばれる。ありがとうございます。